おはようございます。通常国会の開会にあたって断層会を開催いたします。まずはじめに志位和夫委員長が挨拶を行います。志位さんどうぞ。おはようございます。通常国会の開会にあたりましてご挨拶を申し上げます。日本共産党第28回党大会は、内外の代表の方々の激励、全党の奮闘と努力によって歴史的成功を収めることができました。16年ぶりに行われた綱領改定によって21世紀の世界の見晴らし、未来社会への見晴らしがぐーんと良くなりました。第一決議によって共闘の前進と日本共産党の躍進、この2つの大仕事を統一的に進める道について、確かな道筋が示されました。第二決議によって党創立100周年に向けて党勢を3割増やす、この大目標とそれをやりきる大方針が全党の決意となりました。皆さん、この国会では歴史的成功を収めた党大会の成果を縦横に存分に生かした論戦と活動に取り組もうではありませんか。党大会では共闘を共に戦う参政党二階派ゲストの方々から連帯のご挨拶をいただきました。3年間の共闘の発展を生き生きと反映する素晴らしいご挨拶でありました。この場をお借りしまして重ねて感謝を申し上げたいと思います。この成果も生かしまして、この国会を市民と野党の共闘をさらに大きく発展させ、野党連合政権に道を開く国会にしていこうではありませんか。私はこの国会に臨む基本姿勢とともに、基本姿勢として、追求とともに希望を語ろうということを訴えたいと思います。追求という点では、桜を見る会疑惑、カジノ汚職、公選法違反の疑惑で辞職した2人の大臣の問題を正していきます。これらはすべて安倍首相を直撃する大問題であります。にもかかわらず安倍首相の取っている態度はあまりにひどい。桜疑惑に対しては隠す、捨てる、逃げるの3点セット、これで逃げを押せようというわけでありますが、そうはいきません。カジノ汚職についてもあれだけの大問題が吹き上がっているにもかかわらず、知らんかを決め込み、カジノ解禁スケジュールをそのまま進めようとしております。こんなことがこのまま許されるならば、日本に民主主義はなくなり無法国家になってしまうではありませんか。野党共闘で徹底的に追及することをここに宣言したいと思います。力を合わせて真相を徹底究明し、今度こそ安倍首相に引導を渡そうではありませんか。希望という点では、内政外交ともに行き詰まった安倍政治の問題点を正すとともに、日本共産党としての希望ある対案を大いに示していきたいと思います。消費税 10% が新たな大不況を引き起こしつつあります。それに加えて安倍政権は全世代型社会保障大改革を押し付けようとしています。これは社会保障のためという増税の言い分が嘘偽りだったことを自ら証明するものじゃありませんか。暮らし破壊の亡国の政治を止め、消費税を緊急に 5% に減税し、社会保障を切り捨てから拡充に切り替えようじゃありませんか。あらゆる問題で暮らしに希望が持てる政治を作るために、国民の不安や苦しみに心を寄せ、その願いを実現するための大論戦を展開しようではありませんか。異常なアメリカ従属政治の
矛盾が噴き出しています。この間トランプ大統領の指示で米軍によるイラン司令官殺害という事態が起こりました。この行為が国連憲章を蹂躙した無法な先制攻撃であることは明瞭であります。にもかかわらず安倍首相はこの無法に対する批判を一言も言いません。そしてトランプ大統領言いなりに中東への自衛隊派兵を開始しました。この無謀で危険な企みを直ちに中止することを強く求めるものであります。今日本政府がやるべきは自衛隊派兵ではない。トランプ大統領にイラン核合意への復帰を求める外交努力こそ救助を持つ国の政府がやるべきことではないでしょうか。昨日日米安保条約改定の調印から60年を迎えました。安倍首相は記念式典での挨拶で日米安保は不滅の柱と述べました。私は対米従属は自滅の道だということを言いたいと思います。未来永劫この異常な従属の体制を続けることを信じて疑わないというのは国の独立も主権も投げ捨てた態度と言わなければなりません。辺野古新基地問題、異常な思いやり予算の問題など直面する問題の一つ一つに取り組みながら従属の根本にある日米安保条約を廃棄し本当の独立国といえる日本を作る、この日本改革の大目標を国民多数のものにする努力を大いに強めようではありませんか。財界中心アメリカ従属の政治ではもはや日本はやっていけません。このことがあらゆる問題で今や明瞭であります。この2つの歪みを垂らす日本共産党ならではの対案をあらゆる分野で掲げその実現を求める論戦を重要に展開していこうではありませんか。その際改定綱領に新たに明記した核兵器禁止条約、ジェンダー平等、気候変動の抑制などの人類的課題も国会の場で新鮮に提起し大いに議論し解決の道筋を示していくことを心から訴えたいと思います。昨日から京都市長選挙が始まりました。現職候補とつなぐ京都2020の福山和人候補との事実上の一騎打ちの大激戦となっております。福山さんの勝利で、京都の暮らし、京都の町に福を呼び込み日本中に福を広げる、そういう結果を出していこうじゃありませんか。鬼は外、福は内、そういう結果を出していきたいと思います。勝利のために全国皆さんのご支援を訴えるともに国会議員団としても全力を挙げる決意を固め合おうではありませんか。頑張りましょう。最後に全党は今1月末までを期限とする党勢拡大大運動の目標達成のための奮闘を続けております。2月からは2022年の党創立100周年に向けて党勢の3割増を勝ち取るという新たな挑戦がスタートします。多くの国民の皆さんにこの党をさらに大きくしていこう、この党の一員になって共に日本の世直しをやっていこうと思っていただけるような奮闘を衆参国会議員団が、力を合わせて行うことを訴えましてご挨拶といたします。皆さん共に頑張りましょう。